皆様こんにちは、ジャムティーカフェです。喫煙についての第3回目の配信です。久保田薫先生の解説です。久保田先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、日本医科大学呼吸ケアクリニックの久保田薫です。で、本日はですね、喫煙についての3回目、不平等な重荷だが解決可能というイアン・ウォーカー先生の記事ですね。今回も要約を最初にお話をしたいと思います。国内の健康格差が癌の転機に大きな違いをもたらしている。で、イングランドにおける癌の不平等格差の半分以上が予防可能なリスク、すなわち喫煙に直接な原因があると推定される。で、喫煙者はですね、タバコに少なくとも年平均2000ポンド、約33万円を費やしており、忌むべき依存性商品は人々をさらに経済的不況に陥らせると。で、喫煙はライフスタイルの選択と加えられがちだが、現実ははるかに複雑である。タバコ産業が特に標的にしているグループは、前回お話したタバコに関する独立審議会の審議結果、は2022年7月に発表された。ただしですね、政府は勧告を実施するための行動を起こしていた。で、2022年ですね、イアン・ウォーカー先生たちはスモークフリー英国キャンペーンを開始したと。まずですね、終わりを始めたよ。ですから喫煙を続けている人を終わらせるということですね。で、ウォーカー先生は現在喫煙している人たちを非難するものではない。で、ほとんどの喫煙者はすでに禁煙を望んでいるので、禁煙支援サービスを用意して英国中で平等に利用できるようにする。もし政府がこの費用を負担できないのであれば、納税者ではなくタバコ産業が首都に口出しできないようにして費用を負担する。それから始まりを終わらせるということも必要。喫煙を開始しないということですね。で、タバコ年齢、販売年齢の引き上げで、遅くとも2040年までにイングランドの全ての社会経済的グループの喫煙率を 5% 未満にする、こういう目標を設定するということですね。先生、自分は長生きしたくないからタバコをやめる気がないという方もいらっしゃいます。いかがでしょうか？はい、そういうふうに言う方もいらっしゃいますよね。ただ病気になると一生懸命治療するということなんですけども、ただですね、これ喫煙の問題は本人だけの問題ではないね。周りの人、家族、友人、どれほどの影響を受けるかと、ちょっと想像以上の悪影響があります。少し解説をしたいと思います。周りの人がタバコを吸うと、これは自分はどうなるかということですね。これはですね、家族の喫煙と赤ちゃんの尿中のコチニン、ニコチンを吸っちゃいますと尿中にコチニンという物質になって出てきます。で、家族に喫煙者がない場合、ある場合、明らかに違いますよね。尿中のコチニンが非常に増えてしまう。それから乳幼児突然死症候群というのがありますけれども、これはですね、家族の喫煙が原因だということが分かっています。で、喫煙なしの場合を1として、どのくらい増えるかということですけど、母親が喫煙する場合、それから母親がですね、同室で喫煙する場合、4、5倍ぐらいになると。で、父が喫煙する場合、で、同室で父が喫煙する場合は非常に増えてきますですよね。ですから喫煙をですね、そばにいる人を殺してしまうということですね。非常に恐ろしい行為であるということを自覚する必要があります。で、喫煙はですね、慢性的な自殺というふうに言われていますけれども、実は受動喫煙を引き起こすということはですね、慢性的な殺人ということになってしまいます。こういった人の煙を吸うのをセカンドハンドスモークって言うんですけども、実はですね、部屋で吸うとこの絨毯とか壁紙にですね、この有害物質が付着してですね、それが後々出てきて有害物質を吸ってしまう、これサードハンドスモークというふうに言いますね。これも実際のところ問題です。それからですね、小児の受動喫煙と知的低下ということで、これがコチニンの音がほとんどないですね。増えるとこの数学の力とか読解力が非常に減ってしまいます。ですから、これヘビースモーカーの両親と一緒に暮らすとなるとですね、この知的な低下も引き起こしてしまうということになるわけですね。それから、非喫煙女性の肺腺がんと夫の喫煙状態と。これもですね、喫煙状況によって女性の肺がんの発生が増えてくる。これは腺がんですね。特にですね、部屋で吸っ
って一緒にいるとなると、まあ、洗顔を起こす有名なニトロソウレアというのがありますけれども、まあ、それの実際の吸入の量はあんまり変わらなくなってしまうというふうにも言われています。ですから、まあ、特に非喫煙のがんは、まあ、洗顔というタイプですけど、まあ、これは自動喫煙の影響が非常に大きいわけですね。でこれはですね、かなり有名な研究なんですけど、実は公共の場の屋内の喫煙を法律で禁止したらですね、心筋梗塞の発生が明らかに減ったというのがあります。で同じ期間別の地域では増えちゃったというのがありますね。はい、これはカナダのトロントで禁煙法というのができて、まあ、これは公共の場所および職場に加えて、まあ、レストランでの禁煙を実施したと、まあ、するとですね、実施前に比べて心筋梗塞、心血管疾患、呼吸器疾患、まあ、こういったものが明らかに減ったと。ですから、まあ、自動喫煙の影響がですね、まあ、非常に大きいということが研究結果からも分かるんですね。で受動喫煙によって起こる病気についてまとめますと、まあ、影響が確実なもの、発育に対する影響ですね、胎児の成長の阻害、乳幼児突然死、症候群、それから呼吸器系に対する影響ですね、まあ、子どもの気管支炎、肺炎、それから小児喘息、これは小児期の慢性の呼吸器症状、まあ、大人の目と鼻の刺激というのがありますね。それから自動喫煙による発がんですね。それから心疾患に対する影響、心臓病による死亡ですね。で急性慢性の、まあ、冠動脈、これは心臓を養う血管です。冠動脈疾患の罹患、まあ、こういったものは自動喫煙に起こるものが確実だということですね。じゃあいかに防ぐかということなんですけどね。だからこうキッチンの換気扇の下ですという人がいますけれども、まあ、分離または換気した喫煙場所を作っても非喫煙者は保護されない。換気扇の下で吸ってもダメと。でタバコの煙はですね、ドアを閉めていても換気が施されていても、まあ、喫煙場所から拡散するわけですね。だから自動喫煙に安全量というものはないと。タバコの煙は薄まっても危険。非常にタバコの煙というのは、まあ、いわゆる化学物質ですから、これくらいの値以下は安全という、いわゆる域値というのがないわけですね。ですから 100% 完全禁煙の環境だけが自動喫煙の防止に有効。ですから喫煙の部屋があるというような、まあ、レストランもよろしくないということになります。で空気清浄機、まあ、これはですね、まあ、タバコの煙には、まあ、ガスの成分と粒子状の成分があります。まあ、粒子状の成分は除去できますけど、ガス状の物質はこれは除去できないということになりますし、実はですね、別のところで吸っても大体1回吸ってしまいますと45分ぐらいは呼気ですねの中に出てくるので、仕事中にタバコ吸いに行ってまた戻ってくると前の職場の人間が悪影響を受けるということになりますね。ですから、まあ、こういったものも、まあ、自動喫煙の影響ですから、少なくともですね、仕事中はもう全く吸わないというふうにする必要があります。まあ、空気清浄機は役に立たないということなんですね。よく公園なんかにこう灰皿を置いてあると、これもですね、周りの通っている人に悪影響を及ぼしてしまいますね。まあ、親の喫煙態度と子どもの自動喫煙だろう、これ吸わない方に比べると尿中のコチニンの濃度、まあ、これは最悪ですね。屋内で喫煙する、それから換気扇の下、まあ、ちょっとは減りますけれども、かなり悪影響があります。ドアを閉めて屋外で吸ってもですね、かなり影響を受けてしまうということがあるんですね。先生、タバコをやめたいと思っているけれど、はい、なかなかやめられないという方が多いですが、どうしたらいいでしょうか。はい、まあ、まずはですね、ちゃんと害を知るということが非常に大事になりますよね。甘く考えないということが非常に大事だと思います。よくですね、まあ、いろいろストレスがあるから吸ってしまうんだよなというふうにおっしゃる方もいらっしゃいますけど、喫煙したってストレスは取れないんですね。で、取れるのはニコチンが切れた時の禁断症状というストレスだけと。いうことなんです。仕事上あるいは人付き合いでのストレスが喫煙をして消えるなんていうことがありますか、まあ、これもないわけですね。ただですね、こう禁煙の効果というのは非常に大きいんですよ。例えば心臓血管疾患、これは吸ってる人、これが非喫煙ですね、やめますとですね、こう10年15年経つともう吸ってない人と同じぐらいになってくるという
ことなんですね。心臓血管疾患の死亡リスク、これは非喫煙者と、10年以上経つと大体同じぐらい。脳卒中発症の低下、水色が非喫煙者ですね。現喫煙者に比べますと明らかに脳卒中の発症、これやめますと随分減ってくるですね。2年で効果が出始める。で、5年経つと大体非喫煙者と同じレベルになると、いうことなんですね。あとはですね、禁煙外来に行くというのが非常にいいですよね。健康保険が使えますから、楽で確実と安い。それから喫煙しやすい環境を作らないということも大事ですね。禁煙を宣言するというのもこれ非常に有効ですので、ぜひこういったことをやっていただきたいというふうに思いますし、一回しくじってもですね、また諦めないということも大事だろうというふうに思います。タバコの煙はですね、毒ガスと思っていただいてもいいでしょう。安全なレベルはありません。で、健康の被害は想像以上ですね。で、我が国ではですね、被害の認識は非常に甘いです。で、ニコチンの依存性は非常に強力ですので、禁煙外来をお勧めしたいと思います。で、実はですね、法的な整備というのが非常に大事。これは胸部の CT 画像ですね。ここに心臓がありますけれども、タバコが入っているんですね。タバコがですね、ここに癌がありますけど、癌の原因になるし、心臓にも悪影響を及びますし、この方は肺の機種化というのが非常にひどいですけども、肺機種、COPD といったものを引き起こすんですね。あとは肺の損傷にも影響してくるということです。以前、東北大学の呼吸器内科の教授をなさっていた貫和先生がですね、嗜好品という幻想を捨てなさいということを言っています。健康被害を引き起こす環境である。身体内部の環境汚染。タバコをヨーロッパ人が嗜好品にしてしまった。タバコ病をなくそうということが呼吸器内科の願いであります。ユダヤの古いことわざに、医者の言うことを聞けば医者に金を払う必要はないというのがあります。タバコがなくなりますとですね、医療費がかなり節減されますし、喫煙者にとっては、実際どの程度の経済的な負担があるかとかですね、身体的な負担があるか、少し冷静に考えていただきたいというふうに思います。はい、以上になります。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。